秋山が GHC のベルトを持っていた時、丸藤の挑戦を受ける前に丸藤に課したハードルが菊池とのシングルマッチでした。秋山が発案した4月の中年グランプリでは1回戦で敗退した菊池、秋山から5月北海道シリーズ帯同を断られたこともありました。いつからか湧き上がった菊池と秋山の遺恨、ついに今宵シングル対決を迎えることになりました。さあ花道からリングを目の前にして、しかし一旦その場外に降りて、この観客に向かって吠える雄たけびを上げていく菊池剛。前回この秋山とはタッグ戦ながら第1試合で対戦、最後はぐったりとグロッキー状態に追い込まれました。秋山が前座の極意をこの菊池さんから教えてもらおうと思った、あれが前座の試合なのか、そのように酷評された。それを受けて再びこのシングルマッチ、菊池はどんな答えを出すんでしょうか。先月 9.9 日本武道館大会で丸藤に敗れ GHC 王座を失った秋山潤、以前から丸藤が負けたら次期シリーズは前座から出直すとそう話していました。菊池さんがいいというまで前座でやると宣言もした秋山潤、そして今ツアーの開幕戦後楽園ホール大会で前座で対決したこの菊池と秋山タッグマッチでした。昔の入場テーマが流れて、そして青いタイツで入場したその第一試合、新人ルーキー時代以来となるその第一試合、久しぶりの感触だったと振り返った秋山。ただ菊池さんのそのあまりにも不甲斐ないその試合運び、怒りが湧き起こったと言っていたその秋山が、今宵もご覧のように青いショートタイツ、新人時代の姿そのままで、しかしその表情は怒りをあえて抑えているか、その怒りをあえて内に秘めているのか、もうシングル対決菊池さんとは一対一でやるしかないですねと言っていた秋山、しかしその秋山に仕掛けていったのは菊池が仕掛けていった。ゴングが鳴る前から今仕掛けていった、エルボー鳴らし、今ようやくゴングが聞こえた。しかしこの2人にはそのゴングはおそらく聞こえていない。ちょっとレフリーを振り払ってさらに仕掛けていく。さて放送の解説は桃田瑞穂さんです。桃田さん、はい、この試合に限っては菊池がものすごいこの気合入ってますね。そうですね、これ出すからあんだけ気合入ってるってのはもう本当に久しぶりに見るって感じですね。あっとさらにもう一度レフリーを払っておいて、そしてバックに回ってジャーマン、起き上がりこぼし方式で2連発でいく、まだ離さない。おっとちょっと動きがたんまになってきてる秋山、3連発のジャーマン、どうだ、おっともうなんとか返したというところ、この怒りの表情、そしてロープを乗ってエクスプロイダーに行く。この時間帯からエクスプロイダー立ち上がった、立ち上がってエルボーラリアット、出し惜しみすることはないこの両者。ジャンピングにハイニーがヒット、場外に転落していきました。今ツアーの開幕戦第1試合に登場した秋山、そして前座とは第1試合とはどういうものか、それを改めて菊池さんに教えてもらいたかった、しかしあの不甲斐なさは何だ、そのような表情で怒りをあらわにしていた秋山、ならばもう1対1で極意を教えてもらうしかないですねと言い放っていて、今宵そのシングルマッチが実現したが、場外でエクスプロイダードスンという鈍い音、いや菊池の気合も勝っていましたが、そこでこれに応えていった秋山ですね。そうですね、やっぱり秋山選手の自力っていうのが出ちゃいますよね。まあそれにしても今ツアーの開幕戦の後楽園ホール大会では、まあ、久しぶりの第1試合登場、まあ、本当に新人時代にこう、まあ、しっかりと第1試合から出るという、はい、他の団体のマットに上がるために仕方なくという条件で、ね、第1試合はやりましたけれども、はい、そうですね、やっぱり気分し、まあ、GHC のタイトルを奪われてから、やっぱり気持ち的にも一から出直したいという気持ちもあったんじゃないですかね、はいはい、王座を失って前座からスタートします、そう宣言しました。菊池さんにこの許可を得て、菊池さんがもういいと言われるまで前座に出続けます、そこまで言い放った秋山。この前座で試合を展開する機会が多かった最近のこの菊池に対して、ならばその第一試合の試合とは、あるいは前座での試合、
この極意を教えてもらおうではないか、そういう思いでリングに入った秋山。しかし今度はさあセブンティーン、カウントは17、おっと18、カウントは18だぞ。今入ってくる今ツアーの開幕戦でその実現した第1試合、そしてこの両者がタッグではありましたが対決しました。最後はもう徹底的に菊池が追い詰められて、あリングの中央でコブラツイスト、あこの絞り上げていく拷問のコブラツイストだ。あぐしゃっと潰れていった。そしてあっと、いやもう秋山もこれもかなりフッタに助けました。すごいですねこれね、うわっとこれもまあえぐっていう言い方が、2人のなんか攻め方ですよ ね、 そ、 すね、まあ、それだけね、出だしのですね菊池選手のやる気がね、はい、見えたということだと思いますね。なるほど、はい、それをしっかりと受け取った、はい、受け止めたというその秋山でしょうか。拳を一発落としておいてまた距離を取りました。やっぱりガンガン来る相手に対してはね、はい、手を抜いてはいけないという、その秋山選手のやっぱり気持ちでしょうね。はい、はい、秋山に言わせればこの菊池選手は捻挫に甘んじているんではないか、そう言葉を発しました。怒りの感情をあらわにした秋山、デビュー当時のその清々しい気持ちから再びこの冷血なブルー、そういう風な表現もしていました秋山です。俺に捻挫の極意を教えてください、そう望んだ第1試合で動けない菊池に秋山の怒りが爆発した今ツアーの開幕戦でした。ご覧のようにぐったりとしている菊池ですが、その開幕戦のリングでも途中は戦意喪失グロッキー状態に追い込まれたというその菊池でしたが、今日のこの試合はどうか。動けない菊池を的にして2位だ、走り込んでいって膝をぶつけた、もう一度行く、いやー効いてますね、喉元でビシュッと、逃げ場を失っている、まだ行くまだ行く、観客の声援に応えて腕を上げた秋山3連発、さあ決めに行くか秋山、力づくで離しておいてカウントは3直前で肩を上げていきました。桃田さん、この秋山に言わせればここからこの菊池がどういうプロレス、どういったことを見せてくれるか、ね、これ期待してるんじゃないですか。まあ、菊池選手自体は体は小さいですけど、タフですからね、でやっぱりその歴戦のやっぱり王者と何度も戦ってますんでね。そうでしたね、この小柄な体で柴玉小僧という異名を持ちながら勝ち負けを度外視でやっぱり精神力はかなり強いです、もう決して引くことはなく、もうね、鬼の形相で立ち向かっていく、そんな印象がぴったりだったこの菊池。ただその最近のそのリング上の菊池、その様子というものに秋山としても不服なそんな思いがあったのかもしれません。今日実現したそのシングルマッチ、両者が肘を打ちつける長身の体のその関節が相手の顔面を捉えていく、秋山も打ち込んでいけば菊池も向かっていく、それに対してハイキック、しかし菊池はまだ行く、まだ行く、3連発で迎撃されようというところをかわしておいてエルボー、しかし秋山倒れない、秋山倒れずにラリアットを返していく。この菊池の目はどうですか。いやまだ死んでないですね、まだ死んでない、しっかりと相手を見つめてますね、その視線のその矛先は秋山だ。秋山がコーナーのトップに持ったところ追いかけていくように対して追いかけていって秋山をなだれ式投げていくか、抱えておいて投げていく、自らはコーナーにとどまった、スライダー式で、そしてそこから飛んでくる、あっとダイビングのヘッドは見ていました秋山です。そしてテイクアウトのリーダー、今日の側頭部入りましたね、側頭部にヒット、しかし菊池もここは2で、そしてスッと起き上がってくる、意地を見せろい菊池、そしてマックに回ってスクールボーイで丸めていくが、この辺も秋山は先に立った、捉えて、そしてフロントネックロックに移行していった、これがっちり入ってますか。入ってますね、今ちょっと足の方へ引っかかったんですけど、腰へ足を回しましたね、かなり効果が出てると思いますね。比較的ロープに少し近い位置ではありますが、いやだけど選手からはロープが見えないんじゃないですか、ね、なるほどなるほど、ロープが一番近いのは菊池の足の方向、左手でこう何かこう求めるように、中央何か掴むように、そんな左手の動きもありました。
首を顎を捉えて腕を捉えて、そしてこの体幹を押さえつけられて抜けるか、抜けた、抜けて今度は馬乗りになっていくか、どうだ、上からエルボー打ち込んでいく、あーっと下からあの体勢からエルボーで打開していきました秋山です。いやだけどよく抜きましたね、そうですね、菊池選手も、はい、あまた2でいく、2だー、あっとものすごい2だ、今顎ですね、そして垂直落下、お珍しい秋山の垂直落下式ブレンバスター返した、返した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 、菊池もそうですが秋山が垂直落下できました。いや、まあ、秋山選手は、ね、何でもやろうと思えばできるとは思うんですけどね、はい、ここで菊池の意識を一気に立ってしまうかという、確実にもうこれは決めにいった一発がありました、より効果的な技を使ってますよね。そしてガクッと落ちていったが菊池もう一度立ち上がることはできるか、はいはい、エルボー、そしてなんといっても先ほどの垂直落下式、菊池は負けていない、いやものすごい、ものすごいエルボー打ち込んでいく、打ち込んでいく、あーカウンター、カウンター、崩れ落ちた、しかし亀の毛をムンズと掴んで無理やり引き起こして、無理やり引き起こして、そしてエクスプロイダーで仕上げていく、垂直落下気味に落としていった、菊池に返す余力は残っていなかった、ことごとく、ことごとくこの非常なまでの秋山の攻めに対して何とか立ち上がっていった菊池、しかし最後は垂直落下でエクスプロイダーで脳天から落とされた菊池、スリーカウント、スリーカウントをしっかりと今聞いた、確認した秋山純です。このシングルマッチ、桃田さんはどう見ましたか。いや、出だしからですね、やっぱり菊池選手のやる気を、はい、やる気がここまで秋山選手がね、菊池選手をもうやっぱりカップになりまでに叩きのめすという状況になったんじゃないかなと。あ、ちょっと待ってください、秋山が立てと、叩けろと、そんな今ジェスチャーを見せました。寝ているんじゃない、立たせろ、立て、そんな言葉をかけました。勝者のその名乗りを受けました秋山ですが、まだリングを後にしません。まだこの菊池の、今菊池がようやく立ち上がろうというところ、その2メートル3メートルその距離を置いてちょっと近づいてきた。お、右手を差し伸べた。菊池はどうする、菊池はどうする、このシングルマッチ、いや菊池が行った、答えはエルボーだった。秋山のこの攻撃に対するこの今日のシングルマッチ、菊池の答えはエルボー。この2人の遺恨はまだまだ続いていく。しっかりやれと、そんな風に